まあまあ、その、こんばんは。うるさいな。こう言いましたね。まあ、サンの居酒屋から、こんばんはです。いやー、金曜日、あ、今日木曜日ですね。今週、あと1日、なんとか頑張ります。今日は、僕の勤務先の、もう、田町の昔からある焼き鳥屋に来ています。まあ、焼き鳥がね、本当美味しくて、まあこうね、焼いて昔ながらの、昔からあるんですよ、こう田町にね、新しいとこ多いんですけど、昔からあって、今はこれですね、この八海山をこれから飲もうかなと思ってます。いや、いいから焼き鳥はね、焼き鳥がうまいんですよ、ここね。焼き鳥がうまくて、こういろんなね、焼き鳥がいっぱいあって、今日も相変わらず、あ、隣のビルで勤めている友達の高津です。どうしても僕と行きたいっていうから、しょうがないな、行ってやろうかって言ってます。いやでもね、最近ちょっと肝臓値がやばいんで、あんまり飲まないようにしてるんで、今日はまだ2杯目なんですけど、5杯ぐらいで止めとこうかなと思います。いや、もうすぐね、あの、僕はあのホノルルマラソンが近づいてきたんで、ちょっと焦ってるんですよ。走らないといけないっていうので。ありがとうございます。これ何、これ何、レバーね、レバー、レバー、あー、レバーが来ました。ということで、相変わらずちょっと肝臓、走るより今肝臓を鍛えてる。まあ、いつも鍛えてますけど、マッサンでした。ちょっとこれからもうちょっと飲みます。じゃあ、ということで、さよなら。